続いて、地下鉄が都内の物流を変えるかもしれません。東京メトロや大手運送会社が地下鉄を使って貨物を輸送する実証実験を行いました。私たちが普段乗っている普通の地下鉄ですが、ただいま民間の運送会社の手により貨物が運ばれようとしています。今日行われた実験は、普段通勤や通学などの乗客を乗せている地下鉄の車両をそのまま使って宅配便などの荷物を輸送するというものです。東京メトロ有楽町線の車両内に荷物が運び込まれ、普段は乗客の安全のために設置されている手すりにベルトで固定されました。地下鉄を物流の手段として活用することで、交通渋滞の緩和や二酸化炭素の排出量削減につなげるのが狙いです。2020年のオリンピックなんかで言いますと、おそらく都内の道路規制などが、進むと思われますので、こういうことが実現すれば、一つ解決策の一つにはなる可能性としてあると考えております。今後の課題として、駅に貨物を運び込む際の人員のコストやラッシュ時のダイヤの組み方などが挙げられているということです。実証実験は今日から来月中旬まで10回行われ、旅客輸送のダイヤへの影響や安全性などを検証していきます。